サキと一緒に父さんを探しに出て、数日が経った。未だに父さんの手がかりは見つかっていない。あれから、レイとも連絡がつかないし。一体、どうしちゃったんだろう。治療ども、さっきこいつら全員ぶった切るよ。言われなくても。みんなぶっ殺してやる。サキ、怖かったら後ろに下がってもいいんだからね。むしろこういう時は妹を目立たせてくれてもいいんじゃない。お姉ちゃんなんだから我慢しなさいっての。妹のくせに出しゃばりすぎ。Let's go.
でくれるかな。してるし可愛いでしょ。一目惚れして資料ハンターとして初めてもらったお金で買った。へえ、姉ちゃんのセンス。何、いやは何でも、はいはい、まるで何かが出てきたような穴ね。何かが落ちた穴かもしれないよ。どうだか。チッ、ダイ！あれ言わないの？あれ？私の名前はアヤ。剣の扱いだけは誰にも負けない。ちょっと変わった女の子よ。剣術に関しては全部スタッフ。言うなら真面目に言い切ってよ。恥ずかしい。じゃなくて、なんで知ってんの？もしかして読んだの？私の音読してたら覚えちゃった。バカ！死ね！邪魔だ！はいはい！
はいはい。あるの？変この私の自己流。自己流だ。それでそこまで強く戦えるんだからすごいよ。そうかな。
なんて。そんな都合のいい選択肢があるなんて到底思えない。レイとも連絡がつかない。そのレイっていうのはお姉ちゃんの知り合い？そう、サキと父さんを見つけるために私に情報を提供してくれていたんだけど。そのうちばったり会ったりして。会っても分かんないけどね。今まで端末でのやり取りしかしてこなかったし。え、そんなやつ信用してたの？大丈夫？こんな世の中だししょうがないでしょ。今だってショップアプリは機能しているんだし。あれ、レイが入れてくれたの。へえ。ほら、行くよ。あ、待ってよ。